俺の記憶、みんなの絆、ペルソナ3実況プレイ。どうも皆さんこんにちは。はじめましてのことは、はじめまして直樹と申します。はい、どうも皆さんこんにちは、みかんゼリーです。はい、というわけで今回は、みかんゼリーさんに、来ていただきました。で、実はですね、はい、まあ一応打ち合わせした部分は OK なんでいいでしょう。はい、すいません。いえいえいえ。というわけで、今日なんですが、まあ、どうしようかな。はい、今日は実際ちょっと探検しに行きたいなと思いまして。うん、探検ですか。はい、行きたいと思います。で、楽しみです。楽しみですか。まあでもあえて行かないで大きいイベントのところまで行くっていうのもありなんですけどね。ガーン。探検。それで探検しましょうか。はい。はい、というわけで。いた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 。はい、というわけで行きましょう。0時過ぎ。はい。実は。まあ、少しみかんゼリーさん見て、あ、でもストーリーあんまり知らないのか。実はこの世界の中は、ね、実はそう、ほとんど知らないで来てもらってるんですけど、1日は実は24時間ではないっていうところがスタートするんです。え、実は0時と0時との間に日をまたぐ間にこの影時間っていう時間が存在すると、はい、で、普通の人間はこの時間を体験できないんですけれども、ここにいる人たちだけは実はその間、動くことができる。で、ただしこの建物からシャドウという、あのさっきの化け物ですね、動画で見た、はい、あいつらと戦うことができるのはこいつらです。他の人たちはまれにこの世界に来ちゃうと襲われてしまって、実は無記憶症っていう状態になってしまいます。で、まあそういう人が何やら難しいですね。そうなんですよ。で、そう、まあ、で、とりあえず細かいことは置いといて、探検しに行こうってことです、つまり。はい。というわけで、行きたいと思います。はーい。で、一応、16階が最高到達距離なんですけども、もうそこまでは行っちゃって。死ねますね。いや、これ、まあ、あんまり行っちゃうとネタバレになっちゃうんですけど、これ、軽く3桁超えるんで。え?3 桁?3 桁超えます。はい。いえ。というわけなんですが、まあせっかくなので、ちょっと1階から行きましょう。はい。はい、おー。で、まあこういう形で行くんですが、まあ、基本的にはこれ、なんか下の穴から針が生えてきそう。シャキーンって。シャキーンって、ああ。で、これが敵ですね。はい。で、見つかると、ああ。えい。まあ、相手に襲われる。戦闘が始まると。そうですね。あとは敵にぶつかられても戦闘になるんですが、そうなると、あれです。相手のアドバンテージになります。というわけで。なるほど。まあ、こいつらは、マジックハンドって呼ばれる敵で、火炎が弱点です。で、今すでに私が持っているやつでも本能のやつがあるんですが、実はこれ、はい、ペルソナと呼ばれる、要は自分自身のもう一つの存在なんですけども、これを入れ替えることによって使える攻撃は変わります。へえ、かっこいい。例えばこのアクサラスだったブフっていうのがあるんですけども、これはあれです、はい、いわゆる、氷結属性なんで、冷たい感じのやつです。なるほど。で、ガルっていうのは風です。あ、上に出てますね。火、あ、そうですね。火や氷や雷や風。はい。が、実はその、属性としてあるんで、それで、実は、選んだりすることもできます。というわけで、なんか最後気になるのがありましたけどね。あ、光と光と闇ですか。はい。まあ、この段階だとこれを狙ってくるやついないので、あんまり気にしなくていいです。
まあ、もし次出る時があったら、ちなみに光属性と闇属性があるんですが、どっちも一撃攻撃です、ほぼ。なんか一部そうじゃない攻撃もあるんですが、まあ、ほとんど、あの、まあ、うちらが使う攻撃はほとんどが、まあ、即死攻撃です。はい、了解です。だから弱点属性が主人公のって大変なことになっちゃうんですよ。で、しかも俺、あ、というわけで、メカンゼリーさんなんか好きな攻撃してみませんか、こいつらに対して。はい、普通にアタックすれば武器で攻撃するし、スキルを使えば、まあ、いくつか選択肢がある。これはあの、さっき言ったペルソナが直接戦います。なるほど。やけくそ気になりますね。聞こえてますか？はい、外しましたね。さすが。おお。というわけで、ちなみにこれみんな高校生とかですか？高校生です。全員高校2年生なんですが、あらららら、失敗したな。さすがに敵が弱すぎる。あ、で、こいつは、こいつなんですけど、逃げてるの分かります？逃げてますね。これ、あの、こっちのレベルが強いと判断すると、こいつは逃げるんですよ。で、あらあら、さすがにこれだと弱すぎて、話にならないので、はい。ちょっと上行きますか。そうですね。って言っても、もう、14回だともうあと1回数しかないんで、10回くらいからいきますか。はい。まあ実は今ここら辺に実は、時々出てくる中ボスみたいなやつがいたんですよ。うん、中ボス。うん。まあちょっと強いんですけど、まあそれはもう倒しちゃったんで。よいしょ。見たかった。というわけで、みかんゼリーさん、こいつどうします？普通に攻撃します？それとも攻撃食らいます？私だったらあのフライパンにバターを敷いて、それから火に炙って食べちゃいますけれども。はい、そんなこと言ってたら相手からエネミーアドバンテージ食らいました。今ウィークっていうのが買います。はい、ダウンしてますね。そう、弱点属性を食らうとダウンして相手はもう一回ターンきます。で、ただこれはこっちにも言えることで、こっちも弱点をつけばもう一回回ります。で、はい、ダウンしてない敵をダウンし続ける限り、自分のターンがきます。なるほど。ちなみに今回のこいつは氷結が弱点です。はい、というわけで、じゃあなんか好きな選択をしてください。氷結が弱点なので、はい、氷結のなんか攻撃があればそれを狙いたいなと。こいつは今持ってないですね。大体にして、アギ自体が火炎属性なんで、多分炎を使うやつなんで今、猫股が。あー、そっか。さすがにこいつはこういう扱いないですね。じゃあちょっと変えてみますか。はい。こいつの炎が。あ、ちなみにこいつが一応最初に手に入れたペルソナなんです。この主人公が。どれにします？さっき私どれかが氷属性だって話をしたんですけど、覚えてます？これですか？正解です。よかった。というわけで、おお、すごい。で、まあ、もう一発やっちゃうとこういう感じで倒しちゃいますよと。よくやった、完勝だな。で、シャッフルタイムになると、実はここから好きなやつを選びます。で、これなんですけど、シャッフルするので
どっちか選んでください、はい、ただし今左のやつ私持ってるんでこれ取っても何もなんないのでできればお金を取った方がいいですあ、じゃあお金にしましょう。はい、どっち？パーツ左。あ、左っていうのに右動かしちゃったじゃあ今のスピードって追いつけてます？画面の方で。画面の方は多分大丈夫と思いますよ。大丈夫。ちょっと早すぎた。あのまさか3秒しかなかったと思わなかったんで。あ、なるほど。で、まあこいつなんですけど。はい。まああの真正面からぶったたいてもいいんですし、後ろから叩くとアドバンテージは取れますよと。じゃあ後ろから叩きましょう。こんな感じで。プレイヤーアドバンテージ。うん。英語は苦手です。はい、強い。氷結ですね。どうします？さっきの攻撃ってできますか？できますよ。これあの SP4 なんでまだいっぱい使えますね。はい、はい、じゃあそれで。どうします？では今まで通りだとつまらないので普通に叩いたりしますかね。叩きますか。はい、強いわけです、はい、普通に叩いてこんだけの威力ですで今この状態 3D でやってるんですけど明らかに戦力としてこっちの方が高いじゃないですか今。はい、高いですね。実はこれ、3回っていうのはできます。え、3回しちゃって大丈夫なんですか？個別行動を取れ。そうすると、3人がバラバラの行動を取ります。で、勝手に戦ってくれます、こうやって。あら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 。で、向こうは戦っている間に私たちは別の敵でも探しに行きますか？そうですね。はい、いや面白いですね。なんか空の石とは違ってまた別の楽しみ方ができますからね、うん、そうですね。実はこの3階数システムはペルソナ3特有だった気がします。あ、そうなんですか。ないんですよ。だからもう常に一緒なんです。仲がいいから。仲がいいから。はい。で、今右側の人がなんか汗かいてるじゃないですか。人っていうか汗かいてますね。これ実は動揺状態で、この状態だと実は物理の攻撃でクリティカルっていう、まあダウン取れるんですよ。要は弱点属性じゃないんですけど、その物理攻撃だとたまにその攻撃が当たった時にあれが起き、あのクリティカルって言って倒す、あのいわゆるダウンを取れてもう一回になるんですね。もう一回攻撃ができる。そう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 。はい。が狙いやすいです。ただし 100% ではないので確率なんで単なる攻撃を割ることもあります、うん、了解です。ちなみに属性としては火が弱いんですね、はい、炎はアギってやつができるので、まあ、こいつらは無理ですねどっちで攻めてもいいんですよ。あれ、この子だ、この子だって、この子だと、あの火、ん？火でダウンを取ります。あ、火で取りますか。OK。で、火なんですが、3体くらいいます。このオルフェウスってやつと、ネコマタと、アラミ玉。全員アーキーを所有してます。たまたまですけど。じゃあその子で行きましょう。この子で、はい。で、アギはどっちに使いますか？じゃあ一応今汗かいてる方は攻撃してこないんですよね。攻撃してきますけど、
あ、でもどっちにせよ今あのこっちがアドバンテージ取ってるんで、次はまた自分のターンです、はい、あ、じゃあどちらでも大丈夫なんで左行きましょう。はい、この今銃みたいなやつで撃つとあのキルスナが出るんです。主人公がなんか、はい、はい、あれ召喚器って名前ついてるんですけどね。召喚器、はい、で、どうします？普通にアギで攻撃してもいいですし、さっき言ったように汗かいてるんで物理攻撃をするとクリティカルで倒すとかもしてもいいです。じゃあそのクリティカル攻撃を見たいので物理攻撃でいきましょう、はい、正解して成功してくれるかな。失敗した。しかも倒せてない。あ、いくかな、決まった。おお、すごい、よかった。というわけは確率なんですよ。何パーセントぐらいなんですか？わかんないな。ただ試してみる価値があるぐらいの確率なんで、だいたい半分以上の感覚ですね、感覚的に言うと。あ、なるほど。はい、じゃあ頑張ってください。ちなみに左側持ってるんで右側がいいです。では持ってるやつって取っても消滅しちゃうんですよ。あー、なんか損した気分。じゃあ右行きましょう。おめでとうです。模造刀手に入れたと、はい、模造刀って何でしょう？武器です。武器ですか？はい、ただ今自分が持ってる武器よりも弱いので、これは後で売って金にできます。なんかありすぎ。そうなんですよ、模造刀多い。あとこいつの特徴なんですけど、今こいつ追いかけてくるんですが、段差乗っかるとこうやって、あ、ゆかり、あ、彼女ゆかりって言うんですけど、はい、ゆかり近くを通ってたんで戦闘することになりました、一緒に。まあ、こんなことが起きます。なんかどさくさに紛れた感じ。どさくさに紛れた。急ぎ気が悪い。じゃあどうします、攻撃。このキューピッドみたいなやつが、はい、氷の耐性が、うん？氷結に弱いんだ。あ、氷が弱いんですよね。で、マジックハンドみたいなやつが、はい、火に弱いんでしたっけ？はい、ちなみにどっちの方が攻撃力とか強いですかね？まあこの状況においては多分どっちも消えて倒せます。ああ、ただしあのスキルだったら、はい、スキルポイント、そう、まあ、スキルポイントまだ残ってるんでいいんですけど、もし節約したいんだったら剣で叩くのが一番エコです。じゃあそのペコペコしているキューピッドがなんとなくうざったらしいんで叩いちゃいましょう。はい、はい、叩くは普通の攻撃がいいか、それともHP 消費するこの突撃にしますか？ HP は大事にしましょう。こっちで、はい、どうします？顔が面白い。そうですね、こっち見ないでほしい。チェラッチェラッすごいやだ。じゃあ同じく叩いちゃいましょう。はい、叩いちゃダメです。あ、叩いちゃダメですじゃなくて、あー、食らった。こっち見ちゃいけません。だってあんな顔でなんか振り向かれてみてくださいよ、絶対笑っちゃいますから。はい、というわけでレベルアップしました。はい、結城誠は手応えのようなものを感じた。ヒットポイント、スピーチポイントが上がったと。でレベル7までのペルソナを生み出せるようになりましたと。まあ生み出すっていうのも後でちょっと説明しましょう。はい、今アイテム拾ってくれましたね。で後で階段登っていくんですけど、登った時にくれます。ああ、よいしょ。え、どうしようかな。
って言ったら階段を使った。もう3体出てきた、はい、で、一応こいつが初めてですよね。炎と初めてですね。氷が弱点です。で氷が弱点、こいつは氷と風が弱点です。はい、ってことは3体とも氷が弱点というわけになりますね。はい、そうです。じゃあ氷で攻めていきますか。はい、そしたらちょっとだけ救援行政してみましょうか。そうすると味方が来ます。はい、で、なんでかっていうと、じゃあ水回しここね、せっかくなので、さっき、みかんさんに見せるときにあったシーンなんですが、はい、来てくれるかな、このタイミングで。あ、だめ、倒しちゃうか。一撃耐えれるかな、どっちか。こいつ。ダウンした。来ないか。これ、いや、もしこれ今竹馬がいたら総攻撃になったんですよ。ゆかりちゃんがいたら。ゆかりちゃん、わー、あ、やべ、倒しちゃった。いつも癖で、なんだか。すみません、これは私が悪かったです。はい、というわけでグラディウスを1個受け取ったと。はい、グラディウスさん、今の剣ですね。あ、持ってるやつですか。はい、そして、あ、じゃあついでなんでまた3回しましょう。全員3回個別行動を取れ。あれ、みかんさん、はい、大丈夫ですか。大丈夫ですよ。ちょっとその今一瞬ちっちゃく聞こえた気がしたんで。じゃあ他も回してみるね。なんか今こうやって逃げ回るんですよ、嫌がって。で、こいつにはぶつかってもエンカウントが起きません。やる気がないんでしょうか、生徒も眠いんでしょうか。戦う意思がないんです、こいつには。むしろ逃げてるんです、殺されてるのが嫌で。まあまあ、で、あいつは戦ってくる、基本的にあいつは戦わないんですよ。はい、なんですけど、敵討伐を優先しとってやると、まあ、積極的に戦闘仕掛けるようになります。なるほど。全員敵の撃破を優先しろ。はい、続いて戦いますか。はい、戦いましょう。先制攻撃のチャンスだ、敵3体。弱点が複数あるよな。弱点ありすぎ。この彼は確か火のペルソナを持っていましたよね。持ってますね。じゃあそれで攻撃しますか。どれにします。じゃあマガタマ。マガタマ、アラミタマなんですけどね。実はマガタマみたいなやつがあと3体いるんですよ。そんなに。強い。多分この中だと多分最高火力です、きっと。どうします、全く同じで攻撃します。あ、はい、それで大丈夫です。というわけで余裕のよっちゃんの勝利です。はーい、はい、右、一番右。はい、はい、これ回復ですね。ちょっと助かりました。あの、少しダメージ食らったんで。はーい、というわけで、まあ今味方のあいつら戦ってます。敵を見つけ次第。あ、本当だ。いや、今終わりました。そうですね。そして当たり判定に行ってみた。ちなみにですけど、こいつ、あ、まだないんだ。
ないんだね。確かね、いずれ確か退避しようとかっていうメールが来たはずですけど。待機、待機ってことは戦わずっていう感じですか、何もせずっていう感じですか。そう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 、いや待機、そうですね、待機するってそういうことです。場合によっては止まっていてくれた方が助かることもあるんですよ。あ、例えばダウンした敵を攻撃するとダウンが立ち直っちゃうんですね。うん、そんなことが。そうで、ダウンした敵は自分のターンになると立ち上がって終わるんです、攻撃できずに。あ、そうですよね。だから下手に弱い攻撃当てられて立ち上がっちゃった方が、その後の攻撃のダメージを考えると困るっていう時あるんです。なるほど、なかなか奥が深いですね。そうですね、というわけで、あ、せっかくなので、多分こいつ多分残るはずなんで、弱点に命中、敵が体勢を崩したと総攻撃チャンス。します、しません、どっちします。はい、しましょう。そうするとこうなります。そして地味にしょぼいというね、ダメージ量がまるによくある話です。あー、わかんない、左カードは消滅してしまった。まあしょうがないですね。しょうがないですね。マッスルドリンクを手に入ったと。一応これ回復薬なんですけど、副作用があるって私使ったことないんですよ。副作用とかリアル。そう、さっきと一緒なんでいいですよね。はい、ちなみになんですけど、機関核を押すと必殺が攻撃続けます。君はまだまだ強くなりそうだ。おお、右、はい、正解です。正解もなんもないんですけどね。うん、ここの敵って実は無限に湧いてくるんで、実はなんじゃそりゃ。待てこら、獲物獲物よいしょ。あ、2体も焦ってる。じゃあ攻撃してみますか。はい、別の場所でイオリが苦戦中だ。なんか苦戦してるやつがいるんだ今。HP 大丈夫ですか？地味にやばいぞこれ。ちょっと待ってください。じゃあこれやってみますか。実はこれテルスマンの中に今アクサラスっていうじゃないですか。はい。でオルフェウスの2体が揃ってる時だけにできる技があるんですね。それはこれなんですよ。カデンツァってやつ。うん。これミックスレイドってやつで。はい、この2体の能力で回避率、あ、なるほど、そっか、きついってあんたら、かなりピンチ、やばい、操作もちょっと、まあ、そんな一撃は強くないんであれですけど、さっき回復してなかったら死んでたわ。というわけで、回復しましょう。おお、うん、難しいですね。じゃあもうちょっと、こいつは確かスーパー目指しだったんだよね。よし、いい攻撃だ。
SP なくなっちゃってますけど大丈夫ですか？しょうがないので、あ、これにしようかな。じゃあさっき言った光属性のこいつってこいつです。あ、外した。擦ってますが。というわけで、アラミタマに変えます。実はこいつ、見ての通り、攻撃力高いんです。はい、というわけで、超グダグダしてやっちゃったんですけど。右、一番右。はい。というわけで、確かに幽霊は苦戦中なので、ではその前に自分の多分アイテムを回復させないと。そうですね、大変ですね。 SP の方は大丈夫ですか？1しかなかった。 SP は今回復手段がないんでいいです。ないんだ。じゃあ勝ったし、あいつ。行きますか、上に。はい。ああ、どうしようかな。今一旦ちょっと動画が長くなってしまうので、一旦ここで、今ここの回は締めたいと思います。で、引き続き、はい、みかんゼリーさんに出てもらえますか。というわけで一旦切りたいと思います。ここまでご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければまた次もご覧ください。それでは。はい。ありがとうございました。